どなただったかしら。どうなってる？エドワードだ。彼はパーソンズ、古い精神科病院にいる。レイダーに攻撃されている。奇妙だ。以前は警備隊が問題なくレイダーを撃退した。今回はなぜこうなってしまったのかわからない。何があった？パーソンズの警備隊から攻撃を受けていると連絡があった。エドワードたちは応援に向かった。短時間彼を励ますことしかできなかった。詳細は分からなかったが、ほとんど手がつけられない状況のようだった。最後の積み荷を奪ったレイダーと同じ奴らなんだろうか。もし血清の原液を使った奴がいるとしたら、奴らが珍しくエドワードたちに勝ったのも納得できる。この血清の具体的な効果は何なんだ？もう知っておくべき時だな。血清の主な効果は加齢を止めることだ。私の家族と私は400歳を超えている。だがそれは他の効果ももたらす。副作用だ。レイダーに奪われた原液からは特に。筋力とあらゆる種類の物理的ダメージへの耐性を強化する。だから少なくとも何人かのレイダーは君が相手にしたことのある奴らよりずっと危険かもしれない。この血清はどこから手に入れたんだ？私の父、ロレンゾ・カボットはパーソンズに監禁されている。アラビアでの遺跡発掘で、彼が見つけた遺物に触れた後、父は危険なまでに情緒不安定になってしまった。彼は見たところ超常的な様々な力を手に入れた。それとともに徐々に理性をなくし暴力的になっていった。結局彼を監禁するしかなくなった。彼自身、そして我々の安全のために。ジャック、彼に全部話すのが本当に賢明なことなの？彼を治療する過程で異物が彼の血液に異常をもたらしたことを発見した。だから彼の精神異常の源は我々の命を伸ばしてきた治療の基盤でもある。皮肉なことだ。だがもし彼がパーソンズから逃げ出したら、私は父親を永遠に失うことになる。絶対にそうはさせない。言うまでもないことだが、異物が彼を変質的で人を殺しそうなほど暴力的にし、そして類いまれな能力を与えたのだ。具体的に彼はどんな能力を身につけたんだ？強化された筋力、ほとんどの物理的ダメージに対する並外れた耐性。ああ、それから一種の局所的な念力だ。それは異物そのものから発生しているようだ。だから彼の小部屋にダンプニングフィールドを組み込んだ。侵入者たちがそれを止める前に奴らを食い止めなくてはならないのはそのためだ。ちょっと待て、君はエモジーンを探しに行ったんじゃなかったのか？彼女を見つけたのか？ああ、彼女を見つけた。無事だ。ああ、よくやった。最悪な日だけど、少なくとも小さな慰めが一つあったわ。報酬が欲しいのは当たり前だ。普段はエドワードがやってくれるんだが、君たちの通貨はキャップというんだったな。ほら、ちょうどいい金額だといいんだが、出発の前に頭に入れておいてほしいことがある。パーソンズに着いたら私が言ったことだけをやれ。それ以上でも以下でもない。分かったか？なぜそれがそんなに重要なんだ？もし侵入者たちがエドワードの部下をかわしたなら、奴らはすでにロレンゾを解放したかもしれない。彼の扱い方を正確に分かっているのは私だけだ。これで納得したか？分かった。いいだろう。危険な戦いに向けて装備は大丈夫か？外で待っているぞ。ジャック、気をつけて。それとできれば彼を傷つけないで。少なくともあなたと同じくらいは父さんを愛してる。でもあなたも分かっているでしょう。もし彼が自由になったら選択肢は一つしかない。そうならないようにしてお願いよ。最善を尽くすよ、母さん。それからもしエモジーンが帰ってきたら、頼むから私が戻ってくるまでは彼女をどこかに行かせないようにしてほしい。さて、もう本当に行かなくちゃならない。今は何もいらないわ。ありがとう。素晴らしい。すばしっこいやつだな。
準備はできたか。行くぞ。はっきりさせておこう。どんなことがあってもロレンゾをパーソンズの外に出すことはできない。私は父親を永遠に失うことになる。こんなに長い間彼を治療しようと努力してきたのだから、絶対にそんな事態にはしない。ロレンゾをあれほど危険にしたのは異物だ。それを取り除くことができれば彼の精神病は治ると確信している。しかしこれまでのところ私の試みは全て失敗に終わった。それは彼の神経系統しっかり融合しすぎている。エドワードの部下たちは検討した。私のオフィスに。そこに行けば事態がどれくらいひどいのか分かる。よし、離れるな。命令に従え。そうすれば全てうまくいく。行くぞ。精神科病院にそのうち入るって、彼らは一つのテーマを選ぶとそれにこだわる。くそ、それをこっちが。どうやらドアは反対側から封鎖されているようだ。抜け道を探さなくては。こんな場所に暇をかける価値があるとは思えない。で、見ろあの…不法侵入している。手早く片付けたな。やった。
や。これはまずい。エドワード、怪我はどれくらい広がった？まだ死んではいない。立ち上がるのは無理だ。奴らを追える。素晴らしい。エレベーターから遠ざけてくれたのか。ああ、お前が言ったようにエレベーターを地下室に送り止めた。いいだろう。奴らが俺を残してここから出ていく前にかなりの数を倒した。しばらくの間人影は見ていない。多分どのくらい時間が経ったのかよくわからない。本当に立ち上がるのは無理か。お前の助けが必要なんだ。ああ、ジャック。本当だ。そうか。まあ心配はいらない。私とここにいるお前の友達が何とかする。奴らは間違いなく地下室に到達しているだろう。たどり着く方法をどうやって知ったのか。それにこだわる。それは今は問題ではない。建物内の誰もいない場所を通っていかなければ。アブラメニンフィールドはまだ機能しているようだ。地下室のセキュリティドアのいくつかはすでに突破されてしまったようだが、奴らを止めるには急いだ方がいい。何らかの理由でロレンゾを狙っているようだ。具体的にここで何が起こってる？もう知っておくべき時だな。異物がどれほどロレンゾを危険にしたか、どんな大げさな言葉を使っても言い表せない。人を殺しそうなほどの精神異常に加えて、彼はまた強化された筋力とほとんどの物理的ダメージに対する並外れた耐性を得た。彼はまた一種の局所的な念力も操る。それは異物そのものから発生しているようだ。さあ、侵入者たちがロレンゾを解放する方法を見つける前に地下室に行かねばならん。ついてこい。気をつけろ、ジャック。お前のな、俺は大丈夫だ。この塔は使ったことがない。ここには何十年も誰も来ていない。何が待ち受けているかわからないぞ。なんというありさまだ。通り道が見つかることを願う。インフィニティエレベーターは一番下の階にある。来い。ここにいるとゾッとする。わからない。何？これまでは何でも話してくれたのに。あの傭兵たち、なっ、マッシュ。Yeah!
何を運べるか教えてくれ。ここで何か特定のものを探すつもりでなければいいんだ。あのクソったれはどこへ行った。ここの住人が ここに来た時点では正気だったとしたら、クソったれの臆病者が隠れるんだ。頭がおかしくなってるんだ。あれはなん、お楽しみだ。古いユーティリティエレベーターはまだ動く。下に参ります。地下。目に入ったやつは全員殺せ。躊躇するな。奴らにロレンゾを解放させてはならない。ラメリンフィールドを停止させようとしている。止められないのか。なければロレンゾが外に出てしまう。乗り込んで奴らを止めなくては。やあジャック、前に私を訪ねてくれた時からだいぶ長い時間が経ったな。父さん、私がこれを終わらせる。
私の力は強力になっている。ジャック、異物はまだまだ多くのことを教えてくれる。私が自由になったらお前にも喜んで教えよう。異物を取り除くまではあなたを自由にすることはできない。見てみよう。なんてこった。奴ら全てのセキュリティドアをロックした。君が廊下を進んでいく間に私はここでドアを一つずつ開けなくてはならない。早くしろ、今だ。その通りだ。ドアを開けるにはコンテインメントフィールドを停止させる必要がある。上にいる君の仲間たちはあまり休む。いいことをした。すぐにわかるだろう。父さん、やめてくれ。もう逃げられるうちに逃げろ。どうやらジャックは父親と話したくないようだ。我々は彼を殺さねばならん。そして残りの奴らも全員。あんたはどれくらいここに監禁されていたんだ。愛しい息子が私をここに閉じ込めたのは西暦1898年のことだ。つまり400年ぐらいだね。君はジャックと裏切り者一族殺しに協力するつもりだったのだろう。違うか。ジャックと残りの家族全員を殺すのを手伝ったら何か見返りがあるのか。ジャックが私から盗んだものを君に惜しみなく与えよう。不死の力を。だがまずは片付けなくてはならないことがある。君の助けが必要だ。カボットデーで会おう。ネズミどもはあそこに集まるに最高がいない。ルールはもっと親友になりがちだ。普通は他に話しかけてくるやつもいないしな。特にそれで困ったことがないよ。行こう。そこにいるのは誰？頭がおかしくなったのか？なぜロレンゾを解放した？もうロレンゾはここにいるのか？いや、まさか。もしくは我々全員がすでに死んでいるから。質問に答えろ。なぜ彼を解放した？あんたは自分たちが生き続けるために彼を捕まえておいただけだ。それは嘘だ。私は彼の治療法を数世紀にわたって探してきた。だが彼は治療を拒む。彼は自分の変化を喜んでいる。我慢しろジャック。彼にも一理ある。お前のロレンゾを治療するという話はどうも納得がいかない。何をしてるエドワード。彼の話を聞きたいだけだ。彼はロレンゾと話したことがある。俺は一度もないが。お前はジャックがロレンゾについてこれまでずっと嘘をついていたと思っているのか。ずっとジャックの元で働いてきたんだろ。あんたはどう思うんだ。俺の考えはいい。
お前がどう思っているのか聞きたい。ああ、ロレンゾは狂っているように見えなかった。もちろんかなりイラついてたが。なんてことだ。説明すべきことがあるんじゃないのか、ジャック。まさか私を疑ってるのか、エドワード。あんなにいろいろしてやったのに。なんてこと。ああ、みんなここか。いいね。どうやって中に入った？なぜそう驚く？なんだかんだ言ってもここは私の家だ。よく手入れしてあるじゃないか。住めないよ、ね、ロレンゾ、ついに逃げ出せたのね。ジャックは話を聞いてくれないの。黙れ。決して。お前たちは全員私を裏切った。私を監禁し、自分たちの哀れで無価値な命を伸ばすために吸血鬼のように私を貪った。それももう終わりだ。いや、こんな風に終わるとは全く何ということだ。これからどうするんだ。わからん。もうずっとその答えを考えてる。唯一確かなのはここからは出ていくということだ。ずっと前からロレンゾの状況に疑念を感じていた。気づいていないかもしれないが、俺は最終戦争の前からカボット家のために働いてきたんだ。もちろんロレンゾに会ったことは一度もない。俺が来た時にはもうパーソンズに監禁されていたからな。だからどんなことでもジャックの言うことをずっと信じるしかなかった。そしてこれは嘘じゃない。ここは居心地が良かったし、波風を立てたくなかった。それが正しい決断だったのかどうかはわからない。だがもう終わったことだ。あんたはジャックに何の借りもない。あんたは雇われ人でしかなかった。それはわからない。見返りの尊重はあまり受けられなくても、俺は長年にわたって彼に心からの忠誠を尽くしてきた。さて、これ以上ここでうろうろしていても意味がない。カボット家とは終わったんだ。さて終わった。手伝ってくれてありがとう。これからどうするんだ。そうだな、監禁されてる間に世の中は変わったようだ。いろいろと学ばねばならん。この新しい世界は我々のような才能と傾向を持つ人々にとっては無限の可能性があるようだ。あんたとはうまくやっていけそうだ。ああ、あの小部屋で君を初めて見た時から分かっていた。私を解放することがなぜ正しいことなのか君なら分かると思っていた。だがまずはやりかけの仕事の最後の一遍だ。君に私の血を分け与える約束をした。そして私はいつも約束を守る。君への報酬だ。必要に応じて君の生涯にわたって提供しよう。だが忘れるな。これは私から君への贈り物だ。必要な時に新しい小瓶を渡すが、使っていいのは君だけだ。売ったり投げたりしてはいけない。仕事の後は楽しもう。自由に飲み物を飲んでくれ。他のことはともかく、ジャックはかなり成功していたようだな。おい。イエーイ。ハンコック。あんたを疑ってかかっていたようだ。そうか。どう疑っていた。冗談だろ。あの日あんたはまるでボルトから出てきたばかりのように見えたよ。明け方にドブから自分の歯でも拾ってるのかと思ったよ。手渡されたものをそのまま受け取ろうとしない者にはこの頃はなかなか出会えない。善人は自分の手を汚したがらず、クソ野郎はつけ入ろうとする。そんな人が多すぎる。ダイヤモンドシティがどうなったか見てみろよ。マクドナウが占領するまではなんとか暮らしていける町だった。もう少し楽な状況ならよかったけど、そこまで悪くない。小さい頃はあいつと一緒に楽しくやってたからな。
でもその後あいつはグール撲滅を引っ提げて選挙に勝とうとした。人類はマクドナルドのためにってな。いつの間にか子持ちのファミリーが列をなし、ネイバーと呼んでいた人たちを家から引きずり出して廃墟に追いやっていた。子供の頃はマクドナルドと知り合いだったのか。ああ、兄みたいなものだった。ウォーターフロントの掘ったて小屋で一緒に育った。典型的なガキ大将だったよ。選ぶっていて強くて、俺のシャツの背中に腐ったテイトを突っ込んで、それを引っ叩くのが好きだった。でも連中があのグールたちにしたようなことができるやつとは思いもしなかった。なぜマクドナルドはグール撲滅を訴えたんだ。そうすりゃ勝てると思ったからさ。スタンドで暮らしている人々とフィールドで暮らしている人々の間には前からかなりの溝ができていた。景観をマシにするためだけではなかったとは言い切れないな。就任演説の後、スタンドの上にあるあいつのオフィスに飛び込んだのは今でも覚えている。あいつは立って窓の外を見ていた。グールが市民に攻撃されるのを見つめていた。振り返りもせずこう言った。やったぞジョン、ついにこの手に収めた。その場であいつを殺すべきだった。でもそうしても何にもならないと思い、攻撃をやめるよう頭を下げて頼んだんだ。無理だとあいつは言った。グールに反感を持っているわけじゃない。人々の意思を実行しているだけだ。それに投票者を裏切るわけにはいかないとね。そしてゾッとするような笑みを浮かべた。子供の頃はあんな笑い方はしなかったのに、あいつだとは思えなかった。どういうことだ。とにかく一緒に育った時のあいつとは違うように思えたんだ。人造人間に変えられたって噂を初めて聞いた時は、あのバンドことを思い出し、なるほどと思った。でも今は確信が持てない。噂を信じる気になれないんだ。あれから何度も会っているが、ここまで完璧にコピーできるわけがない。ぎこちない歩き方まで同じだ。でも当時はとにかく離れたかった。あいつからも、あの忌々しい町からも。ボルトを出てからいろいろ見ているからな。こんなのは慈悲のように思える。まあそうだな。誰も首をはねられなかった。最初はね。あの時はまだグールじゃなかったから立ち去ることもなかったんだが、あんなことがあったというのに声だめに残っているわけにはいかなかった。いい薬を手に入れようとグッドネイバーにこっそり言っていたから、安全ルートは知っている。二組の家族を探し出してグッドネイバーに案内したんだが、あっちの生活に慣れない人がほとんどだった。二週間ほど食料を運んでやったけれど、しばらくしたらいなくなってしまった。ダイヤモンドシティの人々は墓穴を掘ったのさ。善人は手を貸さず、ただ見ているだけなのが良かったんだ。めちゃくちゃな状況だと気づいているのも、何も問題ないふりができないのも、自分しかいないと思っていた。今だってそうさ。いや、あんたと出会うまでは喋りっぱなしだと分かっているよ。でも世界をありのままに見て、何かをしたいと思っている人がここにいる。とても大事なことなんだ。あんたと友達になれて本当にラッキーだったと思う。友人だと思っていいのか。そうだな。言われてみるといつもよりは少しヘビーに考えていた。いずれそういうことになるかもだな。でもとにかく行かなきゃならないんだろう。ついていくぜ。ああ友よ、また会えて何よりだ。おい。ん？やあハンコック。ちょっと苛立っているようだね。何か言いたいことはあるか。世界には必ず独裁者が現れる。だが俺のやりたいようにやればずっと少なくなる。お互い問題なくやっているんだろうか。あんたとは目を見ただけで通じ合う気がする。グールの目をじっと見るのは
心臓の弱い人には進められない。今のところ他には何もない。ああ、そうだな。